おはようございます。おはようございます。これからちょっと2人でラウンドするんですけれども、まだ時間があるので、まあ、山口さんが来年使っていくヨネックスのクラブが新しくなったということで、まあ、どう新しくなるのかってことをヨネックスの沖さんにお話を聞きながらちょっと学んでいこうじゃないかという、動画を撮りたいと思います。はい、イエーイ。今日はお二人にこんな感じでいいですか？もう全然全然もう、ヨネックスの来年の、発売する新製品をぜひ売っていただきたいなと思うんですけど、こういったものですね。ヨネックスの、イーゾン GT、 新しいイーゾン GT というクラブになります。で、今回のドライバーは、まあ、いっぱいテクノロジーあるんですけど、主にすごいのはクラウン部分と、あとフェースの部分、かなり、インパクトある、見た目になってると思うんですけど、まずクラウンなんですけど、中見ないと分かんないんですけど、中に3本の、溝というか、突起というか仕掛けがあって、まずこれが第一の溝と言われるもの。あとフェースの内部にも実は見えないんですけどね、これも溝があります。あとソール面にも溝が入って、この3つの溝が全てフェースに集中して、もまっすぐ飛べ、遠くに飛んでけっていうような内容になってます。あとフェースの部分すごく特徴あると思うんですけど、まずこのマーク、意味深なものあると思うんですけど、まあ、これは後でコースで打ってもらって、まあ、すごいすごいですあとこの前回でも好評だった縦にこの溝見てもらえると、まあ、触ってもらえるとですね、あるともちろんですから、結構ザラザラしてると思うんです。横にね、触ると、はい、縦に触ったら、はい、で前回は縦研磨といって、縦にこうフェースを荒らすことによってサイドスピンを減らしてボールを曲げないぞっていう効果があったものを、今回は機械を入れてより精巧な縦ミーディングっていうものにしているので、よりも曲がらないと、コースで打ってもらって、まあ、曲がったらあいつ嘘だなみたいな感じで思ってもらうくらい、はい、曲がったらクラブのせいでしょ、そういうことっていうようなものになりますので、まあ、ちょっとドライバーの安定性があんまり今シーズン良くなくて、で最終予選会 QT の前に日本に1回帰ってきて、で新しい、これとはちょっと違うタイプですよね。そうです、これの、はい、また別のタイプを今まで使ってもらってて、はい、縦剣のやつですよね。でもそうです、はい、でそれに変えて、でもそこから結構ドライバーが安定するようになってきましたね。飛距離も出てるので、はい、ドライバーはいい感じです。それがさらにパワーアップしたものを、この先ですね、はい、今日打ってもらいます、うん、アイアンも行きますか。アイアン、はい、アイアンも行きましょうか。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん来た、今度はアイアンなんですけど、はい、これも GT アイアン、新しい GT アイアンのモデルになります。これはもうとにかく説明よりず、飛ぶと上がる、もうこれです超上がりますよね。超上がります。これはもうすぐ、あ、これも使ってるんですね。で、あ、これ7番アイアンは使ってないんですけど、うん、上の4番アイアンと3番アイアンを使って、飛距離が出て上がるということで、今鈴鹿プロには5番と6番を、まあ、3番アイアン、4番アイアンの代わりに、まあ、極端にユーティリティのような形で使ってもらってるんですけど、はい、すごいですよね。超球上がります。超球上がる、はい、まあ、特に冬、日本だったら芝が少ないので、こういう、これちょっとなんか分厚いですもんね、はい、なので普通のこういうアイアンと違って高さがもうすごい出て、ラフからでも簡単に打てるっていう感じですよね。いいことしかないですね、はいはい、いいことしかないですもうぜひ今日打っていただいて、はい、もう飛ぶと飛ぶ、上がる、グリーンオーバーに気をつけていただいて、もう今打ってみましょうかね。じゃあどちらもぜひぜひ、はい、はい、アイアンからいきます。じゃあアイアンから短いのからいきます。はい、はい、お願いします、はい、今7番アイアンですね。7番アイアン打った感じもう飛びそうですよね。あ、そうなんだ、はい、本当だ、高もすごいいいね。絶対私自分のクラブより全然飛んでますあ、そう、
音がカチンってなんかちょっと硬い音がするんですけど、当たった感じはそうではないんだ。当たった感じは、はい、そんな感じもしないです。へー、ああ、どうですか。いいですね。はい、上がるみたいな感じもします？あ、全然しますね。あ、そうなんだ、はい、なんかいい感じの当たりはしてないんですけど、当たった感じは、うんうん、でもそれでもあんだけ上がってるんで、うん、すごい上がると思います。ここも広いんで、うん、飛びそう、うん、へえ。ドライバーどうですか、やってみますか。まずはじゃあ455、はい、大きいヘッドから、はい、そのリアクションは何リアクションですか。今打つかなと思ってはけてきました。曲がらなさそうですね。なんかね、はい、そのフェース面見やすい。あ、ここが、うんうん、でもなんか不思議な感じする、うん、ないもんね他に。全然ないですよね、これね、はい、すごいですよね。私初めて見た時ビビりました。でも意外となんか見た目はこんな感じですけど、うん、構えたら意外と気にならないです、うん。構えがもうどうしても嫌だっていう人もいるかもしれないですけど。でもここに当てていいよみたいな安心感はないですか？そうです。あのなんかやっぱり真ん中っていうのを分かってくれるんで、うん、やっぱり、うん、先っぽの方に構えてんのか、うん、ヒールに構えてんのかって分かんない人もいると思うんで、これがあることによっていい目印になると思います。あ、こっちもそうなんですか？はい、真ん中にあるんで、うん、なんか打ちやすそうな感じしますよね。はい、と分かりやすいんでおすすめはします、うん、はい、おすすめはします、ね、おすすめはします。なんか上からみたいな。でも実感してるってことですよね、使ってて。はい、はい、そうですね。確かにでも横に行く感じしないですね。そのまんま行く感じですよね、球がね。山口さんに打ってもらいましょうか。でもあれ、いいんじゃないの、また的当てみたいな感じで、ね、そう、的当てみたい。でもこれ、なんか飛びそうですよね、見た目が。うん、250-60 度、うん、めっちゃいいじゃないですか、ね、うん、わー、伸びる。結構なんか打った感じの出だしがすごいボーンっていく感じで、うん、見た目から飛ぶっていう、うん、まあ真ん中はここですけど、うん、まあやっぱり全部ここに当てるっていうのは難しいので、プロでもやっぱ多少のズレはあるので、そうですね、ここら辺とかに当たっても問題、全然問題はないと思います。なるほど。さっきあの UT か何か使ってたと思うんですけど、はい、なんか溝が斜めになっていたように見えたんですけど、はい、じゃあヨネックスの人に聞いてみます。聞いてみましょう、はい、あの溝がこの斜めの、はい、ないじゃないですか、他に、はいはい、ドライバーと違ってフェアウェイウッドとユーティリティは溝が斜めになってます。これはティーアップするクラブと地面から打つクラブの違いで、機能だけ説明させていただくと、地面から打つクラブは、まあ、構えとか状況が変わってくるので、これでサイドスピンがまず減るということ、あとはやっぱりどうしても雨の日とか水を含んだ状況っていうもの、ラフとかですね、で打った時にフェアウェイと打った時との差が出づらい、要するに例えば水はけの効果のようなものが出てくるというところで、例えば雨の状況をフライヤーしちゃうよとか、そういうことあると思うんですけど、そういう時と
普段の水気がない状態とで差が出づらいっていう、すごい機能が、はい、すごいですね。まあ、これもまたねマークがついてて、はい、他のクラブないですよね、このないと思います。はい、ヨネックス独自の、ね、うん、このフェースなんか慣れてくるとすごいなんか使いやすいっていうか、うん、打ちやすい、打ちやすい、なんかすごい勝手な印象ですけど、はい、コースがいろいろ変わった時に惑わされない感が出てこないですか、なんかそのライとかいろいろ変わったとしても当てるだけみたいな。そうですね、うん、まあ結構雨とかでも一人落ちにくいので、うん、安心して振れると思います、うん、あれもあるし、まっすぐ行くようにもなってるから、うん、最強の コラボコラボ最強のコラボきた、はい、じゃこれ後半使ってみましょう、はい、最初から使う、最初から最初からいっちゃう。分かった、じゃあ借りながらやりましょう今日は。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、両方打ち比べてもらえる、はい、レッツゴー。でも出玉はいいかも、ね、いいよね今のは。前回よりいいかも、ね、いい球だ。めちゃくちゃいい。これね、ボールがもうこのままで測ってるから、これになっちゃうけど、あくまでだ対比で、多分普段よりどうだろう、まあ、少なくとも10は落ちると思うから、でもそれでこの数値はいいかも。なんだ。これでだから自分のちょっと打ってみる。あ、そうか。今のいい球。あ、いい球じゃんこれも。今それは GT ドライバーですか？今はもともと使ってた、別のモデルとの比較してます、はい、いい音だ。お店しか売ってない。あ、そういうのがあるんですか？あるんですよ。ちょっと違いますね、当たった感じが、うん、ちょっともう一回こっち、はい、あと一球見てでも上がる。そうね、多いのかな。スピンはね、多くない。